幽霊とマスの角昔やんばるから来た男が首里の侍の屋敷に下男として使われていたようだその下男は毎日那覇に野菜を買いに行っていたそうだそうするうちに八百屋の女といい仲になってなお釣りがあってもお前もらっておけと言って あげたりするほどの中であった。それから、八百屋で買ったネギの種を自分の住むお屋敷に植えたからな。ネギがとても豊かに成長したんだ。そうしているうちに、その女は下男を忍んで会いに来たわけだ。女が下男を忍んでやってくると、その下男が見つけて、ネギ泥棒だと思ってな。 泥棒だぞと叫んだ。すると、その女は、はあ、私は、今日は、あの人を忍んで会いに来たが、泥棒でもないのに、泥棒呼ばわりされ、泥棒として名が広まるより、死んだ方がましだと、自分で死んだようだ。それから、しばらくして、下男が生まれた家から、お前の妻になる人を決めて、何月何日、 結婚式をするからな、村に帰ってこい。と手紙が届いた。下男が主人にそのことを話すと、暇はやるが、今は行くな。と主人に言いつけられた。お前を望んでいたあの女はな、死んでしまった。だけど、そいつがな、お前がヤンバルに帰って行こうとするのを待って、お前の命を取ろうとしているぞ。私が、 ツタの絵を描いてあげるから、その女の墓の上に張りなさい。そうして、その女が墓から出てくるまで、墓のそばに隠れていなさいな。と、主人が教えていたようだ。それで、ツタの絵を持って行って、墓に張ったから、その女は墓の中から出てきて、もう目をぐるぐるしながら見ていたんだ。あ、はあ、もう、ツタがあんなに生えているぐらいだから、 あの人は生きてはいないね、と墓に入っていった。それでこのことを帰っていってまた主人に話をした。主人は、よし、今度は竹の絵を描くから竹の絵を持っていって貼りなさいと言った。下男は今度は竹の絵を持っていって貼った。するとその女が墓から出てきて、ほれ、 目をぐるぐるさせて当たりを見ていた。その女は、竹がこれほど大きくなっているから、あの人ももう生きてはいない、と言って墓の中に入っていった。そばで隠れて見ていた下男は家に帰って行って、また主人にこのことを話した。主人は、ああ、もう大丈夫だろう。村に帰って結婚式をしておいで、と言って、 暇をあげたそ,うだそれから行く途中でどんなことがあっても隠れてはいけないぞと下男に言いつけたそうしてその下男は主人から暇をもらって村に帰って行った村に向かって帰る途中で大雨が降ってきた下男は雨を避けるために岩陰に隠れただけど主人が 言った言葉を思い出して、あ、そうだ、隠れてはいけない、と言って、飛び出たようだ。飛び出すと、同時に岩が崩れた。下男は、なるほど、このことだったんだ、と思った。それからまた、歩いていく途中、山の上の方では、焚き火の火が、ぼーぼーと燃え広がっていた。そこで、助けてくれ、との、女の声がした。 下男はおかしいなあそこでたき火をしているが私を助けてくれという女の声がするから行ってみようと言ってそこへ行ったするとそこにはあの女がいた泥棒に間違えられて死んだ女が幽霊になって現れた女はマスのような角ばった箱を持って立っていた下男は 主人が言った通り、女が自分の命を取りに来たんだと思った。はあ、私は今日は村に帰って結婚式を挙げに行くところなので、それが終わって何月何日には必ずお前のところに行くから約束しような、と言った。すると女は、何月の何日には必ず来てくださいね、と言った。下男は死に人と約束をして、 ようやく村へ向かった。下男は村で結婚式もしたのに、ぼーっとして、何の考えもわかなかった。それで妻が、どうしたんですか結婚式も終えて、夫婦となったのに、そのようにぼーっとして、何か心配事があるのですかと聞いた。ああ、実は、主輪にいたときに、 仲良くしていた女が死んでしまった。道連れにするため私の命を取ろうとして村に向かう途中に待っていたが自分は結婚式を済ませて何月の何日には来るよと言って約束してしまった。その日が近づくにつれ心配なんだと夫が言った。すると妻がそのことは心配しないでください。 私が行って解決してあげますと言った。約束の日になったので妻は夫も一緒に火が燃えていたあの山に行った。するとその女がマスを持って夫を待っていた。それで妻がその箱は何ねと聞いたからな。あ、はあ、この箱は3回振ってからパンと叩くとこの角から あんたが食べたいと思うごちそうが出てくる箱だよと言った。それであの角は何かなと言うとこの角を3回振ってパンと叩くとここから踊りとかいろんなものが出てくるよと言った。それでまたその角は何か何の角かと聞いたからな。あ、はあ、この角もまた3回振ってな。 パンと叩くとここから銭や金の宝物が出てくるよと言った。だけどもう一つの四つ目の角は教えなかったよ。それで妻は、ねえ、この角は何の角かこのことを教えてくれるのなら私の夫はあんたに渡そう。夫の命はあんたに渡すよ。だけど教えてくれないなら渡さないよと言ったから。 相手は死に人だからな。あの世に行った者は知恵が足りないんだよ。この角は化け物や悪い者を除く角だよ。と言ったそうだ。その時に妻がそいつから奪い取ってな。その角で何度も叩いたんだ。それでその死んだ女はいなくなったんだ。妻のおかげで夫は命を取られなかったという話だ。 こんなことがあったので、四つ角のあるもので、人を叩くなと言うようになったよ。これでおしまい。